はい、皆さんこんにちは。参議院議員の浜田聡と言います。今回の動画でですね、政策担当秘書の資格についてお話ししますが、特に医師国家試験合格者、あるいは歯科医師国家試験合格者にもその門戸が開かれているということをですね、お伝えできればと思います。はい。ですね、各国会議員は公設秘書として、3人の秘書をですね、税金で雇うということができます。こちらは給料が税金で出るということです。で、まず2人、公設秘書として第1秘書、第2秘書ですね。公設第1秘書、第2秘書の2人に加えて、主として政策立案及び立法活動を補佐する秘書として政策担当秘書1人をつけることができます。はい。この動画での目的としてはですね、政策担当秘書資格について、お話ししていこうということであります。はい。で、この政策担当秘書にはね、資格がいるんですが、この資格を得るにはですね、大きく分けて2種類あると思ってください。1つは資格試験ですね。こちらはですね、筆記試験があります。この一次試験というのが筆記試験なんですね。一次試験は、多指選択式試験と、あと論文式試験、があります。で、この一次試験を通ったものがですね、二次試験、口述式の試験があって、最終合格者が決まるということになります。もう一つはですね、選考採用審査認定というのがあります。こちらはですね、先ほど申したような一次試験、二次試験というのがあるわけではなくてですね、条件を満たした人がですね、申請をすることで、審査認定を受けることができるというものです。この動画ではですね、この後こちらについてお話をしていきます。選考採用審査認定ですね。はい。で、選考採用審査認定もですね、数種類に分けるんですが、まず、公設秘書歴がある方、こちらはね、10年以上になります。公設秘書10年じゃなくてもですね、公設秘書歴が、あって、10年に満たなくてもですね、政党職員であったり、私設の秘書のれ、まあ、の在任期間が合わせて10年以上あれば、資格があります。その場合はですね、10日間の政策担当秘書研修を受けて、申請を、認定の申請をすることができます。で、もう一つはですね、ずらずらと並べましたけど、こちらはですね、著書等を有する者、博士の学位を持つ者、税理士、司法書士、など高度の試験合格者とありまして、こちらはですね、政策担当秘書の研修は必要ない、ということになります。はい。で、ここではですね、やっぱりこの高度の試験合格者ということについて、お話をして、次のスライドでしていきます。高度の試験合格者に関しては何があるのかというと、まず司法試験ですね。公認会計士試験。国家公務員採用一種試験。総合職試験です。ちょっとね、試験の名前が最近はね、変わったということがあるので、こういう書き方をしております。あとは、審査認定委員会が定める試験、なんですけど、これももしかすると衆議院、参議院で変わる可能性が、違っている可能性がありますので、あと、この後述べるのは参議院の方に関してになります。はい。審査認定委員会が定める試験になります。参議院の審査認定委員会が定める試験には何があるかというと、医師国家試験、歯科医師国家試験、あるいはですね、衆参の事務局職員採用一種試験、あと衆参の法制局採用一種試験、あとは国立国会図書館、
職員採用一種試験、裁判所職員採用一種試験、防衛省職員採用一種試験ということが挙げられます。で、特にですね、この医師国家試験、歯科医師国家試験に関してはですね、まあ、私もこれ、知らなかったので、まあ、ちょっと、もしかしてね、興味のある方が、興味のある医師の方、歯科医師の方もね、おられるかなと思うということで、まあ、これをね、紹介するために、まあ、この動画を作ったということになります。で、まあ、これはですね、私が、参議院議員として持ってる参議院議員のしおりっていうところに書いてあるわけなんですが、インターネット上にもですね、情報があります。こちらですね、毎年5月に参議院の方にはですね、先ほどまで紹介したような国会議員政策担当秘書選考採用審査認定についての、まあ、案内が来るわけなんですね。で、これがですね、今紹介しているのが平成30年5月7日付のものなんですけど、まあ、これおそらく参議院のどなたかの議員にですね、送られてきた案内を、まあ、インターネット上にアップされたものだと思います。弁護士の山中さんという方がアップされていると思います。こちらはですね、またリンクの方を貼っておきますので、動画説明欄の方もし興味があったら見てください。そこに、ですね、その資料に、こういう形で高度の試験合格者ということで、まあ、医師国家試験などが、まあ、確かに書いてあります。で、まあ、インターネット上にはですね、この政策担当秘書のまあ、選考採用審査認定についてはですね、衆議院のページからもですね、いけるんですけど、衆議院の方はどうやらこの高度の試験合格者に関しては、その対象がまだ書いて、少なくともネット上ではちょっとわからないので、ちょっと私の方、現時点では、何とも言いようがないんですが、少なくともここで今確実に言えるのはですね、医師国家試験、歯科医師国家試験、の合格者についてはですね、この資格に挑戦するというか、認定、審査認定の資格、の資格があるということをお伝え、したかったということで、こういう動画を作らせてもらいました。というわけで、ちょっとね、今回の動画は、ちょっといろいろとややこしかったんですけど、政策担当秘書資格について、特にですね、医師国家試験、歯科医師国家試験の合格者の方が、選考採用審査認定の資格が あるということをお伝えさせてもらいました。はい。というわけで、もしかするとね、まあ、医師であったり歯科医師の方はですね、政策担当秘書資格に興味のある方がいるんじゃないかなと、知らなかったという方がね、いると思ってこういう動画を作りました。少なくとも、私医師であってですね、今参議院議員をしておりますが、これを知ったのが実はつい最近だったということで、まあね、知ってたらもうちょっといろいろと早くなんかいろいろと行動していたかもしれないので、こういった形で、動画を作らせてもらったということです。はい。というわけで最後までご清聴ありがとうございました。もしよければですね、また別の動画作っていきますので、そちらの動画も見てもらえればと思います。はい。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。ありがとうございました。